株式会社関とは、秋田県能代市に本社を置く1937年創業の和洋菓子製造販売業者。銘菓、志んこやだまこ餅などを製造している。1937年に能代市上町にて創業者である関戸夫婦が親機の製造販売を始め、その後徐々に事業を広げ銘菓、志んこ、だまこ餅などの様々な菓子を開発した。上町本店とバイパス店があり、ケーキや土産用の洋菓子なども幅広く販売している。中でも、志んことだまこ餅は、土産菓子として、秋田市などの土産コーナーや空港でも販売されており、だまこ餅はラジオ CM も放送されている。秋田県産のうるち米で作られた餅を、極上のあんで絡めた素朴な和菓子。賞味期限は1日。この菓子を元にした羊羹も作られ販売されている。能代市とその近辺で食べられる郷土料理、だまこ餅をモチーフにした餅菓子。かじるとごまだれが勢いよく飛び出す珍好みとして元祖を名乗る。試作品の冷凍保存から偶然開発された。秋田県産のうるち米を使用している。TV 番組のコーナー、新食わず嫌い王決定戦では、上原貴子が、土産菓子として持参した。また、だまこ餅の変化版として、黒糖ときな粉をタレに使用した、秋田みのり餅もある。ありがとうございます。